皆さんこんにちは、アイラです。今日も宇宙でゾクゾクしたいあなたに大発見をアイラがお伝えします。隕石といえば燃えた流星の残りが地球に落下したもので、成分によって隕鉄、石質隕石、石鉄隕石などに分類されます。隕鉄は古代エジプトの探検の材料に使われたことでも知られていますよね。エジプトの探検についてはアイラの他の動画も見てくださいね。しかし今回見つかった隕石の成分はなんだかおかしなことになっているのです。準結晶の隕石、アメリカのプリンストン大学とイタリアのフローレンス大学のチームが北東ロシアの辺境地帯で準結晶を含む隕石を発見しました。ちなみに準結晶は原子の配列に周期性がなく、結晶とも非小質とも言えない個体のことを言います。1984年にマンガンとアルミニウムの合金を作った際に見つかったのが最初です。ただの準結晶ならここまで話題にならないのですが、このロシアの準結晶は自然に形成されると思えない構造をしているのです。以前見つかった2つの準結晶の構造とも違い、この準結晶は自然にしてはかなり不活性的で、解剖学的に何か処理を施した感じなのです。チームはこの隕石が古代で奇妙な知的な設計をされた物質を含んでいることを突き止めました。科学者たちはこの物質の配列は人為的に操作されたものと見ています。例えば浴室の床にタイルをはめるときに四角形や三角形のタイルを使わないと床に隙間ができてしまいますよね。それがこの準結晶はまるで丸いタイルを並べたような構造になっており、常識を覆しているのです。そして隕石は少なくとも45億年前のものとし、宇宙の旅人が残した未知のものと見ています。45億年くらい前というと地球が誕生した頃ですよ。もちろんマンモスも人類園もまだいなかった頃です。バクテリアすら存在したのが27億年前ですから、アイラはこの頃何してたかな。 UFO ファンは地球外生命体がいる痕跡はこういった隕石などに見ることができると語っています。例えば20年体の結晶が過去の隕石中に見つかっていますが、これも見つかるまでは不可能と言われていたものです。しかし地球外生命体ならそれを可能にできるかもしれないのです。そもそも我々人類にとっての不可能は地球外生命体にとってたやすく常識であるかもしれません。実際地球外生命体と交流がなく彼らの実力を知らない私たちは否定だけでなく肯定もできるのです。準結晶の使い道、この準結晶は観賞だけでなく何か実用的な使い道があるのでしょうか。例えば準結晶は飛行機やステルスのコーティングなど高速テクノロジーに使用できます。アメリカ科学界の権威で2度のノーベル賞受賞歴を持つライナス・ポーリング氏はこう語っています。私自身こんな準結晶を作ろうなんて思ったこともありません。皆さんには自然にできたものに見えるかもしれませんが、こんなに複雑な性質の物体が結局古代の隕石の中にあった、それで片付けてしまっていいのでしょうか。私は成分がどうであれ遥か遠い宇宙のどこかで導流物の塊が地球外生命体の宇宙船に激突したことは筋書きだったとしか思えないのです。筋書きだった、つまり衝突はされるべくして起きた、予定通りのことだったとポーリング氏は語っているのですね。この隕石が地球に落ちたことは地球外生命体の存在を我々に知らせるべく起きたこと、起きるべきことだったのでしょうか。我々は地球外生命体の存在を信じるべきなのでしょうか。いえ、信じなければならない時が迫っているかもしれないのです。そう、地球の上空には地球を侵略する宇宙船の一団が待ち構えているかもしれませんよ。空をよく観察してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。
皆さんの応援が励みになります。